傘を差しております。画面が揺れますがご了承ください。おお、いいじゃないですか。ここでいいじゃないですか。ここはあるでしょ。あ、ここは違いますか。中からお客さんが来られてる。あ、なるほどなるほど。中はいい。中大丈夫。あ、すみません。じゃあちょっと中失礼します。傘はどこに置いたらいい。あ、図が高いってことか。図が高い。こう下がったらいいか。そうそうそう、目線寄りしたいから。なるほど、なかなか強いな。今日はね、今日は夢強者の話が持ってるんですよ。何夢強者の話が持ってるんですよ。そうだと思ってた。これビールもある。あ、ビールも。あ、ちょっと紅茶が近くない。ああ、近くないね。山口近い。あの、一言。これがクラフトビール。あ、そうですね。じゃあ僕はゴールデンエールを。ゴールデンエール、はい。あ、いいですか。なんだ、どれか。イブ27。黄色いやつです。黄色いやつ。黄色いやつ。はい。え、ブラックチも飲んでみたいです、ね。どれにしよう。あ、じゃあ僕も同じやつもらっていいですか。ゴールデンがもうなくて。ない。ちょっとしか入れてなくて。じゃあ。ブラックを置いて。まあ、ブラックを入れてきたら全部いい気持ち。あ、でもお肉料理食べたらブラックいきましょうか。これですね。クラフトに。いただきます。はい、お世話です。なんて名前ですか。まんまるです。まんまるです。かわいい。かわいい。うまい。うまい。うまい。普通にうまい。あの、出しまたチェイサーがありました。飲みすぎたら。飲みすぎたらチェイサーがありました。チェイサー付き。チェイサー付きで。はい、チェイサー。あの、大友勝弘の映画に出てきたやつよね。大友勝弘の映画で、あの昔スチームボーイってあったんですけど、スチームボーイみたいな。確かに食べられてない。あ、もうタレとかなしで。はい。おお、すげえ。いただきましょうよ。はい、いただきます。珍しいですね、このままで。普通なんかつけるけど。じゃあちょっといただきますよ。赤っ。あと、うん、うん、やっぱプロはこれですよ。うまい。あ、いいね、この梅が後から、うん、来る感じ。あ、美味しい、これこれうまいわ。パティシエさんが作ってる餃子屋さん。へえ。そこから、すげえ、これはうまい、ね、うまい、これうまい。完璧に居酒屋で、なんか普段巻いてる人です。確かに。今度これがあれですか。とこれ、骨付きソーセージ。いいじゃないですか。まあ、そうよね。このお皿がまたいいですね。お皿っていうか焼いたやつ。フライパンね。フライパン。ユニフレームね、これ。全部そのキャンプ系のグッズでやられてますよね。そうそうそう、 すごいよね。うん。ハイボール。ハイボール。はい。もう。お久しぶりです。すみません、お久しぶりです。すでに委員会中なの。もうすでにやってますよ。すみません。あれ、ゆきさん犬飼っちゃうの。あ、そうなんですか。ほら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 、ちょっとお見せできないじゃん。ピーピーじゃないで、あの、しばらくお待ちください。これですが、ちょっと見てください。ぐるっと回してください。ユッキーさんの映っちゃった。いや、そうなんですよ。ちょうど丸くでちょうどよかったんですよ、ここに、ね、はい。これ何センチ。3センチ。サイズですか。5センチぐらいあるんじゃないですか。5センチで、そこは5センチ。で、このジャックポットさんのが多分 3.5 とか、うん、そんなもんで。これでもだって、これが7センチだけど、だいぶでかいよね、これ。あ、そうですね。うん、こう比べるとね、うん、あんまりないですよね。
インスタにそもそもいないってことですか？ないです。インスタっていうか、こういうキャンプ界隈で同級生ってやるとまずないね。ないですよね。いやでもあれですね、そのおじキャンがなんていうんですか、そのキャンプのハードルが低くなってるってのは いいことですね。みんなやりやすくなって、低くなってるっていうとちょっとあれか、何してこれしてっていうのがないから、焚き火をこのフェザースティック作ってとか、全くない。うちライトでてって、いやつうかそもそも焚き火すらしなかったりするから、そうそう一発展開で、もう行ったらすぐに椅子出して飲み始めるし、あでも確かに他のキャンプ動画ってそういうのないかもしれないですね。今設営して何してこうして料理作ってて、だってまず料理作っての動画ほぼないじゃん。おつまみがあって刺身となんかあのスーパーで買ってきたのがあって、それで一杯やるからって、ってそこから延々喋ってずっと。ああでも確かにそれはないかもな、他の見てても。ない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 、見たことないもん。ああキャンプブームって何っていう。でもキャンプブームの前におじキャンが出てきて、あそう昔のキャンプってそんなだったじゃない。そうね、あのなんかそれこそ別に格好つけることもなく、うん、なんか適当にご飯作って食べるとか、もしくは買って食べるとかっていうのは。来る人は来るよったけどね、飯盒炊飯。ああそうですね。外でやるより中でやった方が寒くないし。いやまあそれはそうですね。なんかこの時期なんかもうおじキャンなんかあれだね。天候に恵まれてない。天候に恵まれてないね。恨まれちゃうね、なんか山の神に逆らったから。キャンプシーンで怒られるようなことしたんで、これも聞きました。気になってて、ああいいなサイズ感。メスティンですか。のそうです、竹のまな板、はいはい、すのこと、あと最後に鉄板が中に入ってます、はい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 、です。ああでもこれぐらいだったらちょうどいいかもしれませんね。そうですね、なんかちっちゃすぎることもないかなとは思うんですけど、これ自体がまあそこそこサイズがあるから、このサイズだったら、そうですね、本当あの一人焼肉のこんな小さいコンロがあるじゃないですか。 あれぐらいだったらちょうど乗るでしょうから。そうですね、それ、うん、それぐらい乗りそうですね。あと何かもうちょっと配置な気がするんで、もしかしたらあの、はいはいはい、外のシングルバーナーでこういうなんかスタッキングできるやつがあるんですよね、はい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 、そういうやつももしかしたら入るかもしれないですけど、まだ試してはないんですけど。それかあれですね、あのアルストのパカッて開くやつ、パカッて開く、 あれとかは入れられそうですよね。それは全然余裕で入りそうなんですね。これがオピネルのあれなんですけど、多分入らないかな。ちょっとでかすぎる。いやいや入りそうですよ。余裕です。あ、余裕入れますね。2つぐらい、これ2つぐらいいけますよね。この本当だ、2つぐらいいける。2ついけますね。実は同サイズ2本は多分余裕で。まあ、でもこれとあとアルスト、アルストじゃない、こうパカッて開く固形燃料用のやつとかね、あれば調理セットっていう意味ではもうそれで完結はしますね。うん、そうですね。まだ慌てる時間、はい、まだ慌てる時間じゃない。新たなおじさんが3人いるとユッキーさん言ってやってください。ただの人間には興味ありません。以上。ああすいません、買ってる。いいね。未だに3期待ってんだけどな。ないね、もう大丈夫。原作自体がもう全然今谷川先生が書いてないんで、あったとしても映画があるかなっていうので。でも喪失の続きはあるんでしょ。ありますよ。だからそれはできないですか。映画に来るんだよ。ああ3期になるようなあれじゃないってこと。まだまだ声優さんはかろうじて声優しようか。そうですね。どんなか見てみたいよね。違うよ。ちょっとなんか男がちょっと入りづらい。入れんってわけだよ。俺も絶対入れないから嫌だな。なんか多分俺も入れそうな気がする。なんか
端っこの方で一緒に飲んでるのがちょっと言っちゃないですか。女子校の女子の感じではない。はいはいはい、はい。ああ、もっと大人な。キャンプの女子っていうのは。はいはいはい。女子特有の話とかはない。あ、まあ、そう。あ、じゃあ、道具の話したりとか。あ、そうみたいな。だって、若い子じゃないでしてるのって言ってる。女性は確かに、情報交換で、このキャンプ場は良かったけど、ここはちょっとあまりみたいなのは、やっぱり知りたいところはある。女性の目線の、でしょ、トイレがどうだったのか。そうですね、ちょっと怖かった。僕は流しがどうだったのか。僕もあのその日はいないんです。あ、そうなんですか。あの女子園のグルキャンなんで僕も出るっつってどっかにキャンプした。あ、そうなんですか。多分完璧決定してますね。あ、まあまあ、でもその時はあれですよ、あの女子限定みたいな感じで貸し切りみたいな感じにしてるんですよね。してました。はい、いや、それだったら聞きやすいですよ。もう出た、ちょっと取らせてください。おー、すげえ、どん、ありがとうございます。プラスしてちょっとアマゾンで、はい、何買ったの。あの、あれ、お玉です、仲介の。へえ、なんかいろいろあったんで、まあ、とりあえずこれでいいかなと思って値段もそこそこで買ったんですけど、ええー、じゃあこれ、映えが、値映えがええじゃん。ほんまや。これちなみにもう使われました。あ、いやいや、まだ、あの昨日の夕方ぐらいに届いたんで。あ、マジで、じゃあ真っさらな。で、洗うだけ洗って今。おお。中身取っちゃったんですけど。なるほど。これシーズニング線でいいか。そうですね。あ、そうです、大丈夫です。やっぱ一回洗っとかんにまずいから。洗っとかんに。真っさら状態です。おー。初中華なんですよ。まあ、あんまり買うことないよね、中華なんて。いや、ないですね。そうですよね。すげえ。人が使ってるの見るとなんかすげえ嬉しいですね。それはそうじゃん。またこの雰囲気があれですね、タフマルとやっぱ合いますね。そうですね、この色合いというか、色合いといいね、うん、でちょうど乗るんですよね、そうですね、これが ちょうどいい感じに。タフマルでもええけど、ジュニアがちょうどいい。そうですね、ジュニアの方が多分相性はいいかなっていうような。ちょっと大きいよね、タフマルは。そうですね、ちょっと袋のこの色合いもちょっと大きいんで、うん、こういうところに持ち込んで普通怒られるやつ。怒られる、普通。いや、それはお客さんちょっとみたいな。こんなにしょっちゅうこれができることじゃないと思う。まあね、まずないよね。逆に言えばラッキーだ。レアだね、はい、僕らしかいないっていうのもあるしね。今日あのコースターも持ってまいりましたんで。ほう。最近ね、あの何それ、富士山秋吉市内行ったんですよ。秋吉市道のなんかお土産物屋に売られてた富士山っぽい富士山っぽい鍾乳洞コース。あ、そんなのあるんだ。そうなんですよ。これをふもとっぱらで持ってて。あ、そうですね、やりたいですね。いいですね。これそれまで使おう。キャンドゥとかダイソーとか。そうですね、これいろんなところのが。これあの、佐田さんにもらったやつを、あのボディキャンさん あのメンバーのお二人にティーパックのタイプ。ありがとうございます。サダさんと福さんにもいただきましたんで、今度渡しますよ。ありがとうございます。残ってるかみたいな。俺が飲んでるかもしれない。あのジャコウネコのコーヒーっていうので、それなんか見ました。はい。これあの嘘つきにならないように証拠映像。ジャコウネコのやつは高いよ。これ確かに。食べましたやつの、あ、そうですね、うちの豆を回収して、お腹の中で発酵するらしい。そうですよね。これは何ですか。これはちょっと炙ってかけよう。炙る。ああ、なるほど。これを、え、それかけるの。お味噌でございます。味噌、これ味噌なんですか。あれです、ちょっとご一緒した時があったじゃないですか、家族村。あ、はいはいはい。差し入れした時の。あ、はいはい。え、こんなんもあるの。おう、おう、ネギを。本当に余計来るな、これ。あれ、ここはいつからやるよ。去年の8月からです。あ、去年なん。はい、もうちょっとで1年ですね。あ、1周年で何かやってるんですか。いやー、特に何も考えてないって、何かしますかね。生誕祭。なんかアニメの世界みたいな。推しの生誕祭だな。雫さん誕生日おめでとう。ねえ。あの回が楽しみじゃないですか。ああ、やりたいです ね。
ほぼほぼ毎日毎日追いかけてるんで、過去アニメは。俺なんか最近あのネットフリックス入ったやつじゃないですか。だからあのアニメとかじゃなくてあれみたいですもん。浅草キッドとか、ビートたけしのドラマみたいな。昔のやつね。俺ビートたけし大好きなんで。うん、これに見せたの。これかける、うん。なんちゃって電話。うまそう、めっちゃうまそう。どうぞ。酒に合いそうですね。いただきます。どうぞ。あ、俺もちょっともらおう。うまっ。でしょでしょ、うん、かけるだけでいける。うまっ。いや、俺はありだな。でしょ、ありよりのありだこれ。ありよりのあり、うん。ちょっと焼いてかけるだけで一気にできるという。これはうめえよ。ほんまに。うまっ。ね。うん。この味噌うまいですね。うまいな。この味噌買いやないと思った。これありだな。あり。あ、ね。これ。ああ、いいですか。いい。これっていただきました。なんで今何の料理を届いたんですか。とんかつ？とんかつじゃない。これでホイコーローとか。あ、そうそうそう。あ、ホイコーロー合いそう。鍋を使い込んだのと今。あ、でもくっついてないですね、全然。そうですね。あ、ちょっと待ってください。ユッキーさん、ちょっと待ってください。見させてもらっていいですか。シャブですか。この初めて使ったやつと、年金の入ってる。僕20回ぐらいは使ってるやつ。焦げてなくて安心しました。よかった。まあ、火をよう入れればね。そうですね、ちゃんと温めればね。俺もウィンナーもある。みんな考えること一緒か。いや、俺もウィンナーあります。さあ、でもウィンナー何本あるんだ。ウィンナー何個あるんだ。炙るだけだよね。で、あとなんかこう余ったらなんか使えるかみたいな。そうか。いや、ほんまにやめたんじゃない。ほんまやめましたよ。1ヶ月以上。1ヶ月以上。一切ですね。まあまあスラッキーさんがいいよって動画やめそうかねみたいな。ねえ、どうやってどうあんねえみたいな。あんだけ水よったのに。結構やめられるもんですよ。やめそう、そうはいい人間ですけど。あのね、俺一回やめてるんですよ。あ、そうなんですか。24ぐらいまで吸ってて、吸い始めてね。あ、そうそう、で、そうそう、一緒に働き始めて、しばらく経って吸い始めて、で、先月ぐらいに、まあ、ちょっとその節約とかもしたいなっていうので、ちょっとやめようっつって。それでやめたの、節約で。そうですね。高い。今何タバコ言ったんじゃ、何もない。500円じゃん。俺が吸ってたの600。高っ。いやでしょ。だから冷静に考えると、俺が24、5の時って260円とかそんなもんでしたからね。そうそうですね。そうそう。でそれこそあのうちの親父がめっちゃ吸うんで、ちょっと小学校ぐらいの時ちょっと買ってきてくれやん、1000円は買われて、はいはいはい、自販機に。それこそその頃200円とかそんなもんじゃないですか。そんなもんやったんですね。3箱か4箱ぐらい買って帰ってた覚えがある。1000円1箱か1箱ですね。そうですね、ものによっちゃ。だから言ったらジャンプとかも180円とかそれぐらいの時代ですよね、きっと。そうですね。ジャンプ180円とかだったっすよ。すげえ安かったっすもん。だって俺最初にタバコ吸い上げるときセブンから150円ですね。安っ。今の600円聞いたらもう。いや、そうそうそう。だからやっぱもったいないじゃないですか。まあそうですよね。でこれを1日1箱吸っててですからね。うん、そう考えると今いろいろ上がってるから。俺がやめたのがもう7年8年ぐらいになるかも。ああ、そうです。サラさんも吸ってましたもん ね。言うてもうちの父がなかなかやっぱやめない。いや、これもちょっとある人ね、この箱からだったらああみたいなことやめてみた。ああ、そうなんだ。そっか、やめるやめる時でもう多分無理だろうな。ああまあそれじゃだから言うけど、やめる。そうそうそう、カルテルの人が言うけど、そうそうそう、これで税金支払いにもなるみたいなこと言って、やめるやめる。
向こうもいつも動画で見るって、はい、喋りやすいです。ああ、そうか。あなた誰っていう。僕、ビジナーの2人ぐらい前に一回お会いしましたけど、動画をいつも見てたので、いや、だってみんな入りやすくて、いい絵だろうなと思う。はいはい、ああ、ああいうのがあるかね。そう、一方的にちょっと知ってるようなところがあるんですよ。急にガンガン来られると困るけど。うまいかどうかわかりませんが、できましたので。かけ上がっても、かけと何か。あ、じゃあちょっとお渡しします。あ、うまそう。ちょっと、あ、絶対今。追加もできますんで。あざす。さあさあ渡しましょうか、ちょっと。いますほいたまーす。いただきます。あ、うまい。あ、うまいですか。大丈夫ですか。味します。どうする。ああ、あと、あと気持ちって、気がつかないけど熱通しもうまい。うまいですね。うまいですね。締め取ったらもう動かないし。テンポじゃないですか。テンポ。ちゃんと聞いちゃうじゃん。ねえ。むしろ今キャンプだっていうのでね。ここは居酒屋ですよみたいな。でもね、ユッキーさんがそのテント張ってるんでキャンプです。言い張れるよ。言い張れる。キャンプって言い張れる。動画で暇ってこれ。いや、マスターでキャンプ。